こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。東京オリンピックでは数々の妨害をしてきた韓国ですが、2036年夏季オリンピックに続き2030年のエキスポの誘致で折り鶴でアピールしたようですが、日本を連想させ炎上しているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。2030年釜山エキスポ誘致のための国際博覧会機構の現地実態調査を控え、折り鶴が議論になっています。釜山東区は釜山エキスポの現地実査に合わせて折り鶴を実査団に伝達する計画だという報道資料を出しました。ここで東区はエキスポ誘致に対する願いと応援を込めた文を添えた折り鶴16,240個を折って実査団8名に各2030羽ずつ伝達する予定と明らかにしました。東区は全区民が参加すると言いましたが、これについてインターネットコミュニティには数日の間に折り鶴作りに動員されたという文が投稿され始めました。ある匿名会社員コミュニティでは、公務員と推定される経営者が、私たちの役場職員は区長庁の指示で来週から折り鶴を作らないといけないというコメントを残しました。これと関連して東区は東区とは関係のないことと線を引きました。東区の関係者は計画を推進すると反発があり全て取り消したとし、実際に折り鶴を作ることはなかったと話しました。ただし折り鶴が誰の意見だったのかを問う言葉にはバラバラに出てきた意見だったとして即答を避けました。また児童センターで折り鶴作りが行われたことには児童センター側の自主的な判断だと言い添えました。地域児童センター側は関連議論があったのは事実と認めました。それではネットの反応です。ちょうど日本の感性だね。無駄に折り鶴を折るのが日本のやつらに教わったようです。誘致するために考えたアイディアが折り鶴か、公務員が考えるのはこんなことだね。区長選挙をなくさないと何の権力の差だからといって行政力をあんなに浪費するのか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。